2021年8月5日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は蝶を見た時に思ったことがあったので、そのことをここに残しておきたいと思います。いつものようにバイト終わり公園へ向かったんですけれど、ちょうどいつも座るベンチへ向かう途中で、後ろから蝶が飛んできたんですね。あ、蝶だと思って、すごい、その後つけていったら、ちょうど自分の目の前の葉っぱのところで止まってくれたんです。だからなんかすごい嬉しくて蝶を眺めていたんですけれど、よく見たら羽が欠けてしまっていたんですね。なんか今は奇形の蝶がすごく多いっていうのを聞いたことがあって、元からその姿なのか、それかどこかでその羽を失ってしまったのか、それはちょっとわからないんですけれど、でもその蝶がすごくすごく美しかったんですね。それはもちろん自分がこう思わず蝶の後をついていってしまったように、動きもそうだし、止まっている姿でさえもすごく美しくて、しかもその蝶は羽が欠けていたわけなんですけれど、そうやって欠けていながらも力強く羽を羽ばたかせて空を飛んでいたり、歯に止まって誰かを魅了している姿っていうのは、なんか自分自身すごく勇気づけられました。自分もそうありたいって思わず思ってしまいました。小さな力かもしれないけれど、羽はボロボロかもしれないけれど、それでも高く舞い上がって誰かがふと振り返ってしまう、何か気になってしまう、そんな風になれたら、そんな作品を作ることができたらいいなって改めて今日思ったので、そのことをここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。